皆さんこんにちは、ナフヒーです。ということで、バージョン 3.2 に入りまして、早速、ナフヒーダの方を引いてきましたので、今回はリサとナフヒーダを入れたチーム編成をいくつかご紹介したいなと思います。リサとナフヒーダのチーム編成に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。ということで、まず1戦目を見ていくんですが、それがリサ、ナヒーダ、カエデハラ、カズハ、勝利ですね。もう定番っちゃ定番の編成なんですけど、やっぱりこれが一番安定するんですよ。でまずこちらの編成の強いところって、ナヒーダの固有全部である味方に元素熟知を配る効果なんですが、これって自身じゃなくてパーティー内の一番元素熟知が高いキャラを基準に組まれる数値が決まるんですけど、基本的にサポーターとして運用しているカズハは熟知がね一番高くなりやすくて、厳選頑張ってる人だと熟知が1000超えてらっしゃる方もいると思います。なのでこちらの編成の場合はナヒーダを熟知特化にする必要がなくて、ナヒーダ自身もサバタッカーとして運用ができるので、かなり戦闘がはかどるようになります。加えて勝利もいるので、基本的にね味方がやられることはないと思いますので、戦闘がかなり楽になると思います。それでは次の編成を見ていきましょう。次の編成がリサ、ナヒーダ、イエランと勝利ですね。ここはイエランを行くわけに変えても全然大丈夫です。でこちらの編成なんですが、さっきのカズハと勝利と同様、結構王道な編成になってくるんですが、ナヒーダの元素爆発の効果はチーム内に雷元素、水元素、炎元素がいるたびにそれぞれ違った効果が発動するんですが、イエランを入れることによって元素爆発の継続時間が伸びましたり、先ほど説明はしてなかったんですが、雷元素を入れることによってナヒーダの元素スキルの滅尽3号の追加ダメージの発動間隔を縮めることができるので、たくさんの元素反応を起こすことができます。加えてイエラン、ナヒーダ、リサで同時に元素反応を起こすことができるので、超撃か総撃か、あと開花からのバインショットが発動するので、かなりの効果力を出すことができます。では次の編成を見ていくんですが、個人的にはこちらの編成が一番楽しかったです。こちらの編成は映像を見ていればわかるんですが、ダメージのエフェクトがとてつもなくて、熱開花でしたり超開花、また蒸発とか感電過負荷とか、ありとあらゆる元素反応を起こすことができて、敵が一瞬で吹っ飛んでくんですよね。この編成は本当におすすめで、ナヒーダさえ持っていれば無課金の方でも比較的揃えられたりするので、めちゃめちゃ、てかすごくないですか、このエフェクトの数すごくないですか。よければねこちらの編成試してみてください。ということで最後の編成なんですが、最後はリサ、ナヒーダ、フィッシュル、クキシノブですね。こちらの編成は激化をメインに戦っていく編成なんですが、ナヒーダの草元素付与能力が本当に優秀なので超激化が起こしやすく、パーティー内全員でしっかり火力を出すことができます。加えてヒーラーもいるので戦闘がしやすいのかなと思います。正直ねこちらの編成に関しては結構個人的な趣味というものがありまして、僕自身雷元素のダメージのエフェクトが好きなので試しに組んでみたんですが、思ってたより普通に強くて、この編成もありなのかなと思って今回紹介させていただきました。ということで簡単ではあったんですが、リサとナヒーダを採用したチーム編成を今回紹介していきました。正直リサとナヒーダに限らず、草元素関連の元素反応を起こす編成であれば、基本的にどの編成でもナヒーダを戦っていけるのかなと思います。ただ今回はあくまで僕はリサが採用しなので、リサ限定でパーティー編成の方を紹介していきました。よろしければリサを普段メインに使っている方の参考になれば幸いです。またその他でパーティー編成に関して質問がございましたら、コメントをしていただけたらと思います。こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。